まあ、ちょっとね、マスターズ東京は本当に出たいから、まあ、今までの大会出たくなかったかって。違うけど、ちょっと、出たいレベルが違うから、出たいというかね、出なきゃいけない。ちょっとマジで、ちょっと命が削れてもいいから、出たいね。全然寿命何年分のトレードみたいな、そういう感じでいいレベル。なんかもう毎日本当にやばいよ。で、活動が13時か14時ぐらいに始まるけど、体重とか12時ぐらいにはやることをまとめとかないといけない。それで集まってやって、ずっと活動で夜までやって、で、終わったら終わったら次の日作業と、プラス他のリーグの試合も見ないといけない。それをやってると、マジで4時、3時とかぐらい帰って寝ての理解したね、マジ。俺はバロが好きだから、バロの大会見るの好きだし、ではないけど、なんか、ちょっと質のいい睡眠取りたいなって感じだ。睡眠時間削ってやってるわけじゃないから、ここまでなんか、めちゃくちゃ体にダメージは来ないけど、本当に、週6.5ぐらい、バロラント漬けの生活。やっぱね、リーグがあると、その分だけこう、レベルがどんどん高くなってくる。はい、まあ、APAC もそう。アメリカ。だからこう、メタも結構固定化してくるし、その上で、どういうことやってるチームとかも、解かなきゃいけない。これ0.5。今。これ0.5今。とか、他のことしてる余裕は結構ないね。石垣さんなんか今日の撮影のために、今日日本帰って明日に韓国戻ってくるからな。一発目のマスターズはね、あのツイートの一発目のマスターズは、マジで、マスターで検索したら、マスターまで出したら、マスタードって押したつもりがマスターズだったから、まあ、ガチで書き間違えたんだけど。いやでもね、本当に、韓国は、冷麺の時に謎にマスタード出てくるのに、マックにマスタードがないの。おかしくない？マックのナゲット、マスタード以外何つけてくん？ナゲットソースさ、ナゲットソース、いや、そう、国によって違うのは、まあ、ある、もちろんね。大体どこ行ってもマスタードはあるんだよ。マスタードはある。マスタードは標準じゃない。